50丁目駅は、ニューヨーク市地下鉄 BMT ウェストエンド線の駅で、ブルックリンク、ボローパークのニューユトレヒトアベニュー50丁目交差点に、ある。終日 D 系統が停車する。南西側階段50丁目駅は1915年6月24日に、開業した相対式ホーム2面3線の駅である。中央の急行線は普段は使用されない。ホームには、 ベージュの風よけが設けられ、緑色のフレームの茶色い屋根がかけられている。フレームの中央とホーム端には腰ほどの高さの黒い構成の柵が取り付けられている。マンハッタン方面ホームの方が、コニーアイランド方面ホームよりも北側にずらして設けられており、各ホームとも両端に分電盤室が置かれている。駅のエントランスは一箇所だけで、 線路の元に設けられた高架駅舎からは4本の階段がニューユトレヒトアベニューの両サイドに2本ずつ49丁目から50丁目の間に伸びている。駅舎の外装は化粧張り木材で小ざっぱりとしており、内装はベーズでチェリーレッドのドアやガラスのブロック窓、ヒーターも備えている。改札には自動改札機とトークンブース、待合所があり、階段で 各ホームに上がることができる。ありがとうございます。